こんにちは、クレイです。今日はこちらのタイツのご紹介をしようかなと思います。題して暖かく愛らしいタイツの世界ということで、タイツを結構検索してみると、やっぱり河川のタイツが結構頻繁に出回っていて、意外にこういった絵柄とか温かみのあるタイツって意外に少ないなとか、探されてる方いらっしゃるんじゃないかなと思ったので、クレイではクリボテラというブランドのとってもチャーミングで愛らしくて、そして実用性のあるタイツが揃ってますので、今回は初めてですね、ご紹介したいなと思います。で、クリボテラのタイツの魅力、まず1つ目、絵柄と色がとっても可愛い、バリエーション本当に豊かです。今並べているものはこういうね、新色とか新柄のものもあるし、ちなみにこちらはですね、すごい面白いんですけど、織り柄でデザインをされてるんですね。織り柄で幾何学模様のデザインをされてて、これリボンっていう題名なんですけど、わかりますか？ここがリボンになってるんですよ。ちょっとわかりづらいんですけど、そう、ぜひ 手にした人はね、リボンってどれだろうって見てもらいたいんですけど、幾何学模様になってるんだけど、実はリボンが隠れてるっていう、とっても愛らしいタイツになってます。でも絵柄ではないので結構使いやすいタイツですね。これ新作です。あと先月入ってきたばかりなんですけど、今でもすごく人気なのが、これはカモミールっていう、名前もねすごくチャーミングなんですけど、カモミール、こちらは見えないところもこうね、ピンクのラメ糸で織られてるんですけど、入れてみると履くとこんな感じに、前はねこんな何もない本当にシンプルな感じなんですけど、後ろ側がこうふくらはぎのところに沿ってこう綺麗にまっすぐなってるんですね。なので後ろ姿がここがこう縦のラインに描かれていて、とっても足が綺麗に見えるデザインになってます。とっても、ね、エレガントですね。表はすごくシンプルなんだけど、後ろ側が上品な、こちらカモミール、こちらも新作になります。で、他にもたくさん素敵な絵柄があるんですけど、クレイで取り扱い始めて一番人気なのがこのフローラルという、お花畑のような雰囲気が足首にあしらわれたこちらのフローラルが一番人気で、こちらダークグレーで、こちらが、明るめのグレーになってますね。で、これは足首のあたりにあしらわれていたり、こちらはこの先ほどの部分は後ろ姿が可愛らしく見えるように後ろにあしらわれていたり、あとはちょっとモードな方もお好きなんじゃないかなと思うんですけど、こういう、これはノバラというタイツなんですけど、ちっちゃなトゲにカラフルな色があしらわれている、足全体が華やかになるような配色になっていて、もともとの字がこちらは黒なので結構使いやすいタイプですね。コーディネート全体が黒くなりやすい人はこういうのを足元に持ってくるのもいいかもしれません。あとはシンプルにこういうリブのタイツもあります。で、あとはこれは去年出たんですけど、こういうですね、マスタードの色味のタイツで、バードという彫りがあしらわれているようなタイツもあります。ほとんどのものがウール素材で温かみのある感じになっているので、今の季節はすごく暖かく過ごすこともできます。で、やっぱりクリボテラさんは本当に絵柄と色味がとっても魅力的なので、ふとね鏡に映った時に足元見ると、あ、なんか可愛いなって思うのもなんかやっぱ素敵なんじゃないかなと思います。はい、まず一つ目の魅力は他にはない絵柄とお色味がまず一つ目の魅力です。はい、そして二つ目の魅力は何といっても足が綺麗に見える。そう、これはね、絵柄のものって
履いた時にビヨーンって横に伸びたりするんじゃないかなって思う人結構いると思うんですよね。クリボタラは履いてびっくり、足が綺麗に見える絵柄の配置をしてるんですよ。ちなみに私今日履いているハンターっていう、今は廃盤になってるんですけど、見てもらうと分かるようにアシンメトリーになってるんですね。で、それが対象になってないアシンメトリーだからこそ、足がなんか綺麗な感じに見えるのと、絵がこう履いた時にビヨーンって伸びたりしないような元々の絵の折り方になってるんですね。これを、ね、履いてみるとすごくよくわかると思います。で、例えばこちらのフローラルというお花柄も見てもらうと、こう開くとシンメトリーになってるんですけど、履いた時には前から見た時の絵柄が違った絵柄が出るようになってるんですね。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、手を抜いてないなって、履いた時にどういう風に絵柄が出るのかを考えて作ってるなってすごく思うんですよ。で、見てもらうと分かる通り、前から見た時に非対称で、ここに青があったり、ここに白があったり、黄色があったり、この、富士の花のような花がこちらには見えなかったりしているので、これが非対称な感じの絵柄になっていて、足元を綺麗に見せてくれるんじゃないかなと思います。あと、この私も愛用しているこのリブもすごくいい塩梅のリブの太さで、太すぎず細すぎずな感じなんですね。で、これも隠れた名品で私も持ってるんですけど、こんな感じのリブになってますね。そう、意外にこういうリブって少ないんじゃないかなと思うんですけど、で、履いた時に足が綺麗に見えるような仕組みになってます。なので、絵柄が入ったタイツちょっと気になるなと思ってて、でもやっぱり足が太く見えるのが嫌だなって敬遠されてる方は、ぜひね、どれか好みの絵柄があったら、チャレンジしてみると、あ、なんか全然こうビヨーンって横に伸びてない、あ、足がすごい綺麗に見えるっていうのに気づいてもらえるんじゃないかなと思います。はい、そして3つ目の魅力、ここはね、デザイナーのよりがみクリさんっていう方がデザイナーをされてるんですけども、その方のね、優しさがすごい詰まってるなっていうのがね、 3つ目の魅力なんですね。よくおっしゃってるのが、気に入ったタイツだからこそ長く長く楽しんでもらいたい。で、まあ、タイツって消耗品だから、やっぱりいつかはやっぱりなんか裂けたりとかダメになる可能性が高いんですけど、まあ、でもそれでもやっぱり気に入ったものは長く楽しんでもらいたいっていう思いを込めて、いろんなところにそういう工夫がされてるんですね。まずこの今色が、ここの糸とここの糸は糸の種類を変えてるんですね。で、例えばつま先とかかかとって一番摩擦が多いところだから、結構親指がちょんで出てしまったりとか擦れてしまったりとか、特にかかとなんかは結構擦れて薄くなったりとかして、なかなかもう痛みが早いと思うんですけど、あえてここの痛みを伴いやすいところには糸を変えて、糸の強度を増して作ってます。そう、それもすごいなと思います。でも糸を変えてても、このあえてこうラメのピンクをあしらわれているところなんかは細部まで手を抜いてないななんて思いますね。そしてこれはタイツの種類にもよるんですけど、例えばこのこういう感じでビヨンビヨンとここにゴムが入ってます。で、そのゴムもちゃんとゴムの穴開け口、ゴムをこう通す入り口がこうあって、白いゴム分かりますかね。例えば使っていくとどうしてもゴムでビヨンビヨン伸びてしまったりとか、中には切れてしまって、もうそれでポイってしてしまうことがあるかもしれないんですけど、ここのゴムのこう入り口があることで、古くなったゴムを出して入れ替えてまた履くことができるっていう心配りもすごいなって思います。意外にここまで気を使ってるところってないと思うんですよね。長く愛用してほしいからこそ出てきたアイデアだと思います。あとはこう履いた時に、普通のタイツに比べると結構長さを長く取ってるんですね。だいたいこちらのクリボテラのタイツは M サイズから L サイズ、フリーサイズっていう名機になってます。だいたい小柄な方から背が高い方まで、意外に身長体型あまり問わず履いてもらえると思うんですけど、ポイントはまず長く作られてるから、履いた時に強く引っ張ったりとかすると裂けたりとか
する場合もありますよね。そういうのがないので脱ぎ履きもしやすいし、変なテンションもかからないから痛みにくいっていうのもあります。本当に履きやすくて、股上も深く取ってあるので変に思いっきり引っ張ることもないです。お尻のこの股の部分もちゃんと添えられているので動きやすかったりとかしますね。履けば履くほど、あのよりがみくりさん、デザイナーのよりがみくりさんがいつも言われている、気に入ったものを長く長く使ってもらいたいっていうのが、この小さな世界ですけどタイツに込められてるんじゃないかなっていうのがすごい思います。で、今ちょうど寒い季節なので、ウールのタイツ、ぜひ、お家にいる時も、そしてもちろん外出の時もぜひ履いてもらいたいななんて思います。私は今日は自分の私物のタイツを履いているんですけど、この両色持ってるんですね。今日持ってきたんですけど、これ私の私物です。もうなんか5年ぐらい多分履いてるんじゃないかなと思うんですけど、生地が薄くなったりとか破けたりとかっていうことは今のところないので、やっぱりそういう点でもちゃんと考えられて作られてるなっていうのが思います。はい、以上の3つがクリボテラの大きな魅力でした。喋れば喋るほど他にもたくさん魅力があるんですけど、ぜひ気に入った柄色のものが見つかるといいななんて思います。で、クリボテラさんはウールが入っているものが多いので、今本当に寒いから今の季節本当にぴったりなんですね。で、今日朝リダさんとお話ししてた時に、タイツって家でも履くってかって話をしてた時に、多分履く人もいると思いますよねっていう話をしてたら、井田さんは私履きますよって冷え性だからって一言言ったんですね。ああ、そうか、冷え性の人って結構腰回りとかが冷えるから、ここにやっぱタイツとかあったかいものって必要なんだなとかってすごい思ったので、本当にクリボテラさんのタイツは暖かさもすごくあるので、お出かけの時だけじゃなくて家でもね、ぜひ履いてもらいたいなと思うし、ワンピース、スカート、そしてデニムの下、素肌に当たると冷たいなと思う素材の中にもね、入れてあげるといいかなと思います。たくさんたくさん履いてクリボテラの世界観、楽しさ味わってもらいたいなと思います。ということで、暖かくて可愛いタイツの世界をテーマに今日はお届けしました。最後までご覧いただいて本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、いいねボタンお願いいたします。商品の詳細は下記の概要欄に載っておりますので、ぜひご覧ください。はい、ではありがとうございました。